ノルマントン号事件、ノルマントン号事件、ノルマントン号事件,ンン号事件とは、1886年、明治19年10月24日に、イギリス船籍の貨物船、マダムソン、ベルキ船会社所有のノルマントン号、ノルマントン、より英語に忠実な表記は、ノーマントンが、奇襲起きで、座礁沈没したことから始まった、紛争事件である。日本人乗客を殺しにした疑いで船長の、 責任が問われたものの不問となり、船長らの人種差別的行為と不平等条約による領事裁判権に対する国民的反発が沸き起こった。1886年、明治19年10月24日午後8時ごろ、横浜港から日本人、乗客25名と雑貨を乗せて、神戸港に向かったイギリス貨物船ノルマントン号240トンが航行途中。 暴風雨によって、三重県四日市より、和歌山県下市、野崎までの沖合で何班、座礁沈没した。その際、ジョン・ウィリアム・ドレーク船長以下イギリス人や、ドイツ人からなる乗組員26名は全員、命ボートで脱出し、漂流していたところを沿岸漁村の人々に、救助されて手厚く保護された。ところが、日本人、乗客25名は、 一人も避難できた者がおらず、船中に取り残されて、ことごとく溺死した。10月28日、松本金江和歌山県知事からの電報で、遭難事件の荒ましを知った第一次、伊藤内閣の外務大臣、井上織は、日本人乗客が全員死亡したことに不信を持ち、その場の実況調査を命令した。国内世論は、 ドレーク船長以下船員の日本人乗客にとった非人道的行為とその行為に根ざす人種差別に沸騰した。例えば、東京日日新聞1872年総監は船長以下20人以上の水夫も助かったのだから、一人や二人の日本人乗客とても助からないはずがないとの憤満を記るし、西洋人乗客なら助けたのに、 日本人なるがゆえに助けなかったのではないと論じている。また、事実検証についても、不平等条約の壁に阻まれ満足な解決が得られなかったと言われる。11月1日、神戸駐在在日英国領事のジェームズ・ツループは、領事裁判権に基づき、神戸領事館内感染法案において、海難審判を行い、11月5日、ツループは、ドレークの、声員は、 日本人に早くボートに乗り移るよう勧めたが、日本人は英語がわからず、その勧めに応じずに船内にこもって出ようとしなかったので仕方なく、日本人を置いてボートに行った,行ったノルマントン号は貨物船なので、日本語が話せる乗客向けのスタッフはいないという陳述を認めて、船長以下全員に無罪判決を下した。この判決を知って、日本国民は悲憤口害した。 東京日日新聞は、いかに、日本人は無知だと言え、気に臨んで、危うきを知らず、助けを得て、助けを借りることを知らないほどの白地風天で、ああはずがないと、紙面で抗議した。全国各地から遺族への義援金が寄せられ、新聞各紙は一層降下して、連日、悲しみの論説と断崖の記事を掲げた。巧妙な法学者たちも、ドレーク船長の告訴を唱え、 在野の性格は各地に演説会を開いて、イギリスの応募と非人道を責め、民衆に国権回復を訴えた。社交上緑名館での舞踏会をはじめとする王家政策によって条約改正交渉を進めていた井上外相も沸騰する国内世論を目視することができず、11月13日、内見忠勝兵庫県知事に命じてドレーク船長らの神戸出船を抑え、 兵庫県知事名で横浜英国領事裁判所に殺人罪で告訴させた。告訴は翌14日に行われた。これに対しイギリス側は神戸で予診を行い、ついで横浜に場を移した。12月8日、横浜領事裁判所判事のニコラス判年はドレークに有罪判決を下し、禁庫刑3ヶ月に処したが、死者への賠償金は支払われなかった。 賠償金がなかったのは、損害賠償請求裁判の支援者らが、遺族に対し基礎停止の勧告をし、遺族が取り下げたからであった。世論の高まりに関して、イギリス公使、フランシス・プランケットから、日本府への抗議もあり、また、時事新報で、早くから事件を報じ、義援金運動を率先して盛り立て遺族側を、支援してきた、福沢ゆきちも、再審理により、 有罪の兆しが見え始めると、日英関係の深刻な悪化が日本に良い結果を生まないという判断から、新聞の論調を急速にトーンダウンさせていた。一時は、義援金によるナンパ引引上げや欧米各市への意見広告までが、叫ばれたが、遺族に分配されることになった。なお、領事裁判権は、本事件の8年後の1894年に撤廃された。 ノルマントン号事件は、領事裁判の不当さを日本人に痛感させた事件として歴史に残るものになった。この事件は、当時帯同しつつあった大同団結運動派によって盛んに取り上げられ、井上外交を美体外交、弱腰外交と批判し、外交の刷新、条約改正、不平等条約撤廃を要求する動きがさらに強まった。事件後、 この事件を演劇として公行しようとする者がおり、人身の再燃を懸念した政府はこれを中止させた。また、事件直後に、英戦ノルマントン号沈没事件審判始末が出版され、翌1887年、明治20年には、英国戦クマントミ号裁判記録が刊行された。事件直後、ノルマントン号沈没の歌という歌が、 無名作家により作られ、広く国民に流行した。当初は三十六節の歌詞であったが、事件解決後に補足され五十九節に及んだ。曲は、軍歌、抜刀隊の旋律が用いられた。ノルマントン号沈没の歌は、から始まって、途中に、という歌詞を含むものであった。事件の経過がよくわかる。この歌は、戦後も、カス八郎によって歌われている。 1889年、明治22年、水難救助のボランティア組織第2本、帝国水難救再開発足のきっかけとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。